佐竹け明治七年十二月二十四日は、江戸時代後期から明治初めの画家。彦根藩御用絵師として、井伊直介に仕える。名字は、中村、真な特計。通称を、英司。つかさ。号ははじめワン後に英会、かとした。他に、節売、天水沖な、旧聖堂、湧出市、真な郎などの多くの号を持つ。合図の生まれ。 佐竹並筆秋月野花津合津若松城下、北高寺長の負け石の子として生まれる。寺の修村は、雪村修慶の後裔と称したことにちなむ。幼少の頃から、地元絵師の萩原万さんに支持し、万玉と合した。14歳にして、すでに作品を残している。20歳の頃、江戸に出て、谷文長の画塾、宇津山やに入門。文長門下の皇帝となる。 30歳の頃、独立し一家を成した。書画会や司会に参加し、東大一流の文人や有力者と交流。天保九年、この頃までに、大老、良い,い直明に気に入られ、彦根藩の御用絵師となっている。高下元年に一時故郷の合図に滞在。以降も故郷に幾度も帰省している。安政二年、低発し特度。北京二助される。 すぐ後に方言に除されている。桜田門外の変によりいい直助が倒れ大きな、後ろ盾を失うも、良い,い家との関係は、明治以降も続いた。また、合津の細池や世田谷の大場家など、交渉の費護を受けその後も、盛んに創作し各地に傑作を残している。波の家系は、慶市の栄子、その養子栄良娘向江村に引き継がれる。松本風子も、 門人の一人である。ナミは、画人としては成功したが、京里では、親不幸とそしりを受け、生涯で16度も妻をめとり、大酒飲みで有名。気候の画人と言われた。去年73、谷中霊園に葬られる。佐竹波ミ室、紫式部寿司の文長は、多角的な書画の研究から、八州見学と称されて南北豪派の独自の画風を、確立した。ナミは、 その正当な継承者と位置づけられる。文人が、漢画、演算史上派、山和絵にも精通した。とりわけ、山和絵に力量を発揮し、代表作が多い。出版物の挿絵も手掛け、交流のあった、追筆家、山崎美生の、定成期談などに挿絵を提供。明治3年出版の横浜八景志画の挿絵は代表作と言われる。 福島県市滋賀県立近代美術館、京都新聞社編集、発行、特別展大見発見、古国風景画の成立と展開、1988年6月30日、P86 香川県立ミュージアム編集、発行、徳川四天皇池の四方展、関ヶ原から幕末まで、武都風画の歴史絵巻、2009年10月24日、P62、 愛媛県美術館学芸家、梶岡修一編集、生誕200年沖間学徒江戸絵画展、沖間学展実行委員会、2018年1月19日、第89図。ありがとうございます。